はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、名古屋はね、栄の方にやってきておりまして、本日はこちらね、ティアドオートグラフコレクションさんが開業ということでやってまいりました。いやー、結構ね人いらっしゃるんですけど、めちゃめちゃね思ってたよりは多くなくてですね、これからね11時半からセレモニーなどをね開始する予定ということで、オートグラフコレクション自体はですね、国内4軒目のねオートグラフションホテルとなっております。なんやかんやねマリオットの開業日ね初めてなんでね、楽しみですね。お祭り気分です。ということで、これからねちょっとこの後セレモニー、拝見させていただいて、1時半にはねチェックインできるみたいなので、チェックイン手続きを行ってね楽しんでいきたいと思います。行ってまいります。本日はお忙しい中、ティアドオートグラフコレクションオープニングセレモニーにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。愛知県知事の大村秀明です。本日はですね、ティアドオートグラフコレクション、さんのですね、どうやら立派なホテルを作っていただきました。Thank you very much ということでございますが、そんなことで本当に素晴らしいドエラホテルでございますので、 Thank you very much again ということで、ありがとうございます。今日の視聴ありがとうございました。皆様こんにちは、涼河春日でございます。今日はお天気も心配されましたが、心地よい風の中、雨をもって本当に良かったと思っております。それではどうぞ。皆様どうぞテープを胸元にお広げいただき、目線をまた正面にお願いできますでしょうか。ご観覧の皆様、大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、シャンプーしかない。はい、5階がねレセプションとなってるみたいですね。おめでとうございます。別々でございます。ファーストはこの、ファーストはこの方。はい、ありがとうございます。いやめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、朝食ですね。はい、こちらにございます。テーブルフォートモローにてお用意いたします。はい、お時間が7時から10時30分まで。はい、ラストオーダーが10時となっております。はい、はい、とりあえずね今チェックインで、スパークリングワインいただきましたんで、いただいていきたいと思います。結構ねやっぱり重厚感あってめちゃめちゃいい。そしてこのスパークリングワインがね結構甘い感じの濃厚ですね。うまい。じゃあねもうお部屋の方準備整ってますんで、早速ねお部屋に向かっていきたいと思います。皆様のエレベーターはこちらから。はい、ありがとうございます。テキ上押して Thank you。このカーペットも敷かれてていい感じですね。本日ね14階の1405にアサインいただいております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあこちらがね、14階となってます。新しい、今日ねオープンですからね。じゃあレイ君どちら。右手になります。お、正解。はい、さあどこでしょう。まあなんかね廊下なんかも突きがあって、幅が広くてね非常に、いい感じですね。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、はい、
本日ね、こちらの1405室となります。はい、ということで入っていきましょう。カーテンはね、自動で開きましたね。はい、荷物ももう入っております。はい、おお、すごい。まあ、こんな感じでね、ちょっとお部屋ぐるっとね見ていきましょう。はい、それではですね、玄関の方に戻ってまいりました。結構ね、黒と白を基調としているので、シックで、結構ねモダンな感じでいいじゃないですか。はい、で本日ね、最上階14階の1405号室にアサインいただいております。はい、いい感じです。ここら辺が広そうですね。はい、こんな感じで、入って右手にね、ちょっと靴を履く用のね、ちょっと椅子があって、なんかコートかけられたりしていいじゃないですか。ここら辺の石もね、いい感じですよ。しっかりね、落ち着きのある感じで、荷物を置く台がね、このように入ってすぐございます。はい、まあ、結構広々とねしてますね。でこちらの下の方には、あ、ルームウェア、はい、ティアードと、入っております。セパレート式ですね。はい、これも後ほどね着てみたいなと思います。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、ドメティックっていうんですかね。はい、結構なんかね、艶消しブラックみたいな感じでいい感じですね。で、スリッパだったりラウンドリーの袋がございます。ちょっとねスリッパ開けてみたいと思います。はい、スリッパの方こんな感じで、すごくね肌触りがいい、テディベアみたいな感じのね、すごく触り心地が、いい感じですね。スリッパね、レイ君のないの、この大きいのしかない。はい、ふわふわ。はい、で、そのまま先進んでいただくと、姿見のね鏡がこのようにございます。そして左手の方はクローゼットですかね。はい、こんな感じでクローゼット、ハンガーとかね、ウッドド、あ、ちゃんとティアドと入っておりますね。見えますでしょうか。はい、ティアドと入っております。で、こちら荷物置く台があって、シューブラシ、靴べら、アイロン台とアイロンがございます。この機能の感じもね、非常にやっぱりね高級感がある感じですね。はい、あとでじゃあレイ君のスリッパありますかって聞いてみましょう。でお水はね、瓶となっておりますね。はい、でネスプレッソのね、マシンがあって、ポーションは4種類、1個ずつ4個という感じです。そしてありがとう、冷蔵庫にはこんな感じでですね、はい、ジュースだったりシャンパンとか、はい、ペプシとかね、お茶、ありがとう、こんな感じでございます。でここら辺グラッセリーですね。はい、コースターがあったりとかねします。ワインオープナーなどもございます。で、こちらティーカップだったりとか、エスプレッソマシンとか、これなんだろう、あ、これお水の蓋だ、こういうのもあるんだ。へえ、これはいいですね、結構なかったりするんでね。で、紅茶類とか、はい、こうコーヒー類、これお茶かな。はい、こんな感じでございます。はい、そしてこちらウイスキーとかですね、ミニバーですね、おやつ類とか、はい、ここら辺大吟醸がね3000円とか、メーカーズマークが1500円とか、まあそんくらいのね価格帯の設定となっております。でこちらお皿と、さらにコップと、バルミューダ製のね電気ケトルがございます。アイスペールはないので、ターンダウンが入るとおっしゃってたんで、ターンダウンの時に入るのかもしれないですね。はい、でこちらにねオープン洗面台がある感じで、これもね非常にいいじゃないですか。はい、個人ミラーとかね、こんな感じでございます。でこっちにもねお水がございます。ここら辺もなんだろう、ベジタブルソープですって。すごティアードの石鹸、野菜石鹸、そんなのあるんですね。すごい、パーム石鹸っていうのかなね、すごい。そしてマウスウォッシュとかですかね、これもねティアードと入ってますね。はい、ここら辺も非常にね重厚感がある洗面台。はい、ここら辺もね拡大鏡がございますね。めちゃめちゃ大きい。足元には、バスタオルと体重計、そして、こちらですね。はい、あ、そのままむき出しでありますね、これはレプロナイザーですね。はい、 4D プラスございます、いい感じですね。
で足元ゴミ箱もございますという感じです。でこちらにですね、はい、タオルがめっちゃ置いてあります。この下もなんかあるのかな、空です。はい、でここら辺もね、はい、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュとかも、ティアドのという感じで書いてありますね。エレメンタルハーボロジーっていうんですか、ハーボロジーなんだろう。でこちら開けていただくとね、こんな感じで、はい、いいですね。あの歯ブラシとかコットン類がございます。高級感ありますね。はい、でここもね、あの間仕切っていただくことが、このようにねできます。結構ね上までのね扉なんで非常にねいい感じですね。はい、でバスローブちゃんとね、ティアドと入っておりまして、肌触りは外はね、ふわふわの柔らかい感じですけど、中はねちゃんと水を吸うような感じになってますね。このブラウンのねラインがまた高級感あっていいんじゃないですかね。はい、でこの先が、はい、お手洗い、自動では開くタイプではなさそうですね。はい、便座とかも開けられるボタンはなさそうですけど、まあなんかねこの石の感じが非常にいいんでしょうね、きっとね。はい、素晴らしい。そしてはい、こちらが浴室になってます。すごい、いやーこれはねなんかめちゃめちゃお金かかってる感ありますね。すごいです。ここにもねバスアメニティがこのようにございますという感じですね。はい、で、いいですね、このようにバスソルトもねございます。どういうタイプなんだろうな。はい、2種類ございます。はい、めちゃめちゃいい感じです。ではねメインの方のもうここだけでね非常に明るくて広くてね、このオレンジとかの差し色がまたやっぱセンスいいですね。これが空気清浄機ですか。はい、なんかめちゃめちゃなんだ使ったことない感じのね空気清浄機ファンみたいな感じで、ゴミ箱があって、テレビね、マリオットボンボイ TV が流れてます。これはテレビはね角度は変えられなそうですね。でこちらは、あ、空だ、なんか DVD プレイヤーとか入れられる感じになってたんでしょうかね。はい、お、でかい、このでかいタブレット何でしょう。ホームとあってどういうことができるんでしょうね。ちょっとレスポンス待ちたいと思います。まあ成り行き街道、あ、テレビがこっちにも流れてきた。はい、消しときましょう。はい、こんな感じですね。テレビアプリとかね、はい、こんな感じで、利用していただくことができるみたい。でこちらベッドですね、キングベッドドーンと置いてあって、あ、私お部屋ね結構こういう感じ好きかもしれないな。自分の部屋ではねよっぽど広くないとできない間取りですよね。バーガー、あ、クッションでレイ君はバーガーね作ってるみたいです。はい、で、こちらですね、はい、読書灯があって、ここら辺の間接照明もね非常におしゃれですね。でワイヤレススピーカーでしょうか。でベッドルームだったりとか、マスター類 USB-A、USB-C がねあって、コンセントも1箇所あるという感じです。でティッシュと、あ、ここら辺がねアクセサリーを置くね台になってます。優しい感じですね。では反対サイド見てみましょう。反対サイドもこのように読書灯と間接照明があって、こっちはねタブレットがある感じですね。はい、このように、エアコンだったりとか照明だったりとかね、いろいろできますね。カーテン類とかはできないのかな。あ、カーテンもありますね。はい、素晴らしいね。で韓国語、中国語、英語と切り替えができます。でこちらもね USB-A、USB Type-C がございます。で電話機ですね。で足元に常備灯がございます。ベッドもね結構こだわりがあるベッドで、今ね触っただけでもちょっと固めの、かなり、いい感じ、シモンズだったかな。はい、でここら辺のねこういった絵のセンスだったりとか、テーブル、まあライブとかはここでできそうですね。こっちのテーブルもね非常にね使いやすそう、いいじゃないですか。でこちらの台に、コンセントが2箇所と USB Type-C が1箇所、 USB Type-A が2箇所、そして LAN ケーブルもありますね。これは嬉しい、
はい、ライブ配信者向けですね。素晴らしい。そしてここにも引き出しがあって、あ、空です。なんかね、配線とかあるのかなと思ったんですけど。で、こちら、はい、カーテンのね、コントローラーがございます。ここら辺なんかね、お菓子とか置けそうな感じ。やっぱりね、このソファー、デイベッドみたいなソファーの、はい、オレンジ色がね、差し色であっていいですね。で、ウェルカムアメニティで、これレイ君早くね、食べたいと言ってますけど、こんな感じで、はい、お越しいただきありがとうございますということで、 GM からね、サイン入りでございます。で、これは何だろう、パイナップルだ。パイナップルとスイカ、かわいいですね。はい、こんな感じで、ここら辺テレビのリモコンですね。はい、こんな感じでアプリがね、 YouTube とか Netflix とかも入っております。で、これがですね、これは多分スピーカー類のコントローラーでしょうかね。はい、こんな感じとなっております。いかがでしょうか。いやー、いいですね。やっぱりお金かかってるだけあるお部屋だなと思います。私は個人的にめっちゃ気に入りました。まあ、バルコニー付きではないですけど、最上階でね、見晴らしも良くて、まあ、ちょっとねソファー上がって、見晴らし見ると、まあこんな感じのね景色となっております。本日はこちらに1泊、明日はねお部屋をジュニアスイートに変わって2泊するという感じでございます。ね、こちら開けてみたらね、スイカの羊羹みたいな感じですね。はい、じゃあレイ君食べていいよ。どんな感じ？羊羹の味。本当わかるの？羊羹の味。パイナップルも食べていいよ。どう？はい、それでは Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方出ました。ダウンロード下りが 50Mbps、 アップロード上りが 44Mbps、 Wi-Fi 速度が 109Mbps となってまして、まあそこそこのね速度出てるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ Wi-Fi でですね、多分ライブ配信などをねさせていただいても比較的安定してるんじゃないかなと思います。まあただね、こちらのお部屋素晴らしい。ちゃんと LAN ケーブルもあってね、今 LAN で PC は接続させていただいてますんで、安定したねライブもお届けできるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日ね、7月の1日、ティアドオートグラフコレクションということで、マリオットブランドですね、国内4件目となるオートグラフコレクションさん、こちらでございます。ティアドオートグラフコレクションさんの方に一泊ね、お邪魔させていただきます。まあ明日はまたですね、お部屋を変えてですね、2泊、結局させていただくことにはなるんですけども、今回はですね、まあポイント宿泊、まあポイントキャッシュですね、利用させていただいて、プレミアムキングというお部屋にアサインいただいております。まあこちらを元から取ってるという感じですね。まあ実際4万ポイントぐらい出して、まあ手出しが1万7000円ぐらい。という感じです。これ元のね、今現状の予約を取ろうとすると10万円超という感じなので、まあいいお値段ですね。で、明日はですね、3万1000ポイントでですね、ボトムのお部屋を取ってた、ユーフォリウムでしたっけね、取ってたんですけれども、スイートナイトアワードが通りまして、ジュニアスイートにアップグレードいただいて、明日ジュニアスイートに移動するという形でございます。明日13時にはね、お部屋できるっていうことなので、13時にお部屋ね移動させていただこうかなというふうに思います。今回ね、11時半に、まあ、オープニングセレモニーを開始見させていただいて、1時半から、まあ、チェックインがね開始という感じです。で、こちらのメニューですね、まあ、こちら出しておきますけれども、朝食が7時から10時半、ラストオーダーが10時となっております。ランチが11時から15時、まあ今日とかはね、宿泊者のみしか利用ができないので、レストラン利用だけということはね使えない状況です。ディナーは17時半から、22時、ということです。で、スーパーフィットネス、スパ、トリートメントにつきましては11時から22時、フィットネスは24時間。あのラウンジとかどうなるんでしょうかね。まあマッチとかはなんかポカリとか飲みに行くことはできるのかもしれないですね。はい、で、プールが7時から22時、ただね、これ16歳以上じゃないと利用できませんので、残念ながらね、レイ君利用することはできません。で、リラクゼーションルーム、あ、さっきのね、ラウンジみたいなとこがリラクゼーションルームですね。これが7時から21時でね、終わってしまうという感じですね。で、バスルーム、7時から22時、までという感じになってます。はい、まあ、ここに QR コードとかもありますね。で、タンダウンサービスにつきましては17時から20時半の間に、まあ、客室に入らせていただきますということでございます。喫煙所はね1階にあるみたいですね。はい、で、エクスプレスチェックアウトを推奨しますとかね、そんなことが、書いております。はい、
でエリート会員の、ね特典としましてご滞在中のインターネット無料接続だったりとか、テーブルフォートゥモローの朝食はでも月無料となります。特別ウェルカムギフトで選ぶ必要はありません。ウェルカムギフトにつきましては逆に言えばプラチナエリートの場合は、ウェルカムアメニティでチョコレートか、1000ポイントどちらかという感じになっておりました。で、モバイルチェックインチェックアウトボーナスポイントプラチナが 50% チタンアンバサダーが 75% でウェルカムギフト1000ポイントもしくはチョコレートという感じですね。はい。で部屋のアップグレード当日の空室状況による16時までのレートチェックアウト、お子様向けの特典として、テーブルフォートゥモローでのご朝食に最大2名様のお子様が対象無料となりますという感じですね。12歳以下が朝食無料という感じです。はい、まあ、こんな感じです。まあとりあえずね、なんだろう、マリオットのホテルね、開業日に来るのは初めてなんですけども、しかも土曜日、だったんですけど、比較的なんか落ち着いてた感じですなんか拍子抜けしちゃったなっていう、なんかもっとすごいのかなと思ってたんですけど、チェックインもね非常にスムーズだったしっていう感じですね。まあこれからひょっとするとね、3時以降コミュニティ出したりするのかもしれないですね。もうこういう感じだったら全然いいなっていう感じです。はい。今日はね入りが、6割強ぐらいみたいなことを一応聞いてるんですけど、まあ、またねちょっと情報収集していきたいなというふうに思います。まあひとまずねちょっとゆっくりさせていただいて、プールとかねフィットネスとかね、まあ、そこら辺をちょっと見に行きたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、それではねジムであったりとかプールの方ね覗いていきたいと思います。はい、こちらでございますね。すいません、はい、あ、こちらは何なんですか。こちらはフィットネス。あ、承知しました。はい、じゃあプール先見せてください。こちらはいただきましたでございます。ありがとうございます。はい、プールね早速、見させていただいております。やっぱりめちゃめちゃね、いい感じですね。これは夜もですけど、やっぱり日中の明るい時間がいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じです。はい、でこちらはですねこのようにね中が透けている感じになってます。これがねまためちゃめちゃいいじゃないですか。はい、こんな感じのめっちゃねここ透明感があってすごい素晴らしいです。はい、まあこんな感じのね、プールとなっております。いかがでしょうか。いやめちゃめちゃすごいです。はい、でプールにはね、こちらから外にも、出ていただくことができるみたいで、はい、まあ、こんな感じのね、テラスとなってますし、まあ、ここら辺がねもうレストラン、という感じですね。いや建物はねこんな感じです。はい、ではねこちらがフィットネス手前のですねラウンジエリアとなっております。まあ、こんな感じのね、ラウンジエリアもあって非常に、いい感じじゃないですか。こんな感じでフルーツだったりとかもあるんだね。スムージーだったりとかメロンなどもねございます。ここでねゆっくりしていただくこともできそうです。そしてジムがねなんかめちゃめちゃ広いしおしゃれな感じ。紙のパックでねお水が、このようにございまして、フィットネスこんな感じ、まあ、十分ですね。素晴らしい。ここがなんかねすごくおしゃれな感じですね。へえ、いい雰囲気の、ジムとその前のねラウンジが非常にいい感じかなと思います。はい、でこちらのラウンジのところにはですねサバスとかマッチポカリ、そして久しく未来ねジャワティとかもございます。すごいですね。はい、でラウンジの、ね、テラスには、まあ、このようにですねテラスもあって、向こう側が、ねプールという感じでございます。いい感じですね。
こちら1階にありますラブティックドティアードさんの方にお邪魔させていただいてまして、めちゃめちゃね美味しそうなチョコレート、マンゴーライムとかね、ラムビターチョコとかとかありますけど、これあのウェルカムギフトでですね、プラチナエリート以上がね、いただけるポイントかチョコレートが選べるんですけど、チョコレート選ぶと多分ねランダムでどれかになるんじゃないかなと思います。あとねこんな感じでジャムなども置いてございます。おしゃれ。はい、そしてですね、今お部屋の方に戻ってまいりまして、テレビメニューね、ちょっと見たいなと思います。まあ、ホテルサービスとかで、こういったね、コンシェルジュサービスだったりとか、バレーサービス、フロントまでご連絡くださいとかですね。で、ピローセレクション。これはなんかバトラーのお部屋じゃなくてもお願いはできるんでしょうかね。ランドリーだったり、集社員ですね。そして、レンタサイクルもあるんですね。8時から18時までで、1回3000円という感じですね。でレストラン&バーということで、はい、ご案内があったりとか、バーは17時から24時までやってるみたいです。はい。で、スパフィットネスということで、ティアダスパの方が11時から22時。で、フィットネスが24時間。プールが16歳以上になりますけどね、7時から22時で1時間枠の事前予約制となってます。そしてこちらのね、ウェルビュールームが7時から22時。まあなんかね、プチラウンジみたいな感じですね。結構ゆっくりできていい感じだと思います。で、バスが7時から22時という感じで、大浴場みたいな感じですかね。ドライ、サウナ、スチームサウナなどもあるという感じですね。これはね、運動した後にゆっくりできていいんじゃないかなというふうに思います。そしてその他ね、ホテルのストーリーだったりとか、マリオットボンボイ TV ですね。で、その他ね、イメージムービーとかホテルショップとかございますという感じですね。はい。はい、ということでね、今時間になりましたんで、これからね、夕飯食べに行きたいなと思います。知らんかったな。はい、こちらね、ドリンクのメニューでシャンパンだったりとかね、ございますね。はい、結構ね、ビールとかね、プレミアム1100円とか意外とね、一般的なお値段かなと思います。はい、バーとね、なんか統一のメニューだそうですね。はい、ということで、ね、アラカルトメニューを見ていきましょう。はい、その他のメニューね、フライドポテト、トリュフ風味のやつがね、1500円だったりとか、まあ、結構ね、ここら辺も一般的なね、ハンパーニー1800円。そしてね、ピザなんかもあってね、2500円とかで、ね、ある感じですね。はい。じゃあね、ちょっと選んで食べていきたいなと思います。はい、これね、奥様用の、コップがね、トトロになってます。これ、木のね、コップで可愛いですね。はい、お子様用のねカトラリーにつきましても、こっちもねやっぱりトトロになってますね。真っ黒クロスケとちっちゃいねトトロですね。はい、かわいい。はい、こちらねズワイガニと、海鮮のねピラフですね。めちゃめちゃ美味しそう。はい、そしてねこちらがマルゲリータでございます。これもねすごく出来たてでね美味しそうですね。はい、ということでですね、こちらのね海鮮ピラフいただいていきたいと思います。いただきます。うん、とりあえずね、海鮮がめっちゃゴロゴロ入ってる。エビ食べちゃった？はい、エビ食べちゃった？食べてないよ。はい、そしてね、マルゲリータいただきます。うん、うま。はい、そしてね、こちらがね、ティアードバーガーですね。ティアード冠ね、ついてるバーガーになってます。中は目玉焼きとか、ベーコン、トマトとかがねある感じですね。美味しそうです。そしてねこちらがね、ボロネーズですね。これもね結構ねボリュームありそうなんですよね。美味しそう。いただいていきましょう。はい、じゃあねボロネーズいただきます。これ食べる？うん、
ま。はい、こちらはですねトリュフ風のですねポテトですね。こちらもねトリュフ塩となってまして、塩にねトリュフが混ざっております。はい、ではですねこちらのねティアドバーガーいただいていきたいと思います。やっぱりねメレンゲ、ね、白身、卵の白身とですねピクルス、トマト、ハンバーグって感じですね。いただきます。うん、のこちらのトリュフ風のポテトねいただいていきたいと思います。うん、香りがいい。これはねトリュフ塩がうまいですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。もう今ね20時半というところでございます。一応22時にねあのプールが終わった後にですね夜のプール撮影させていただくということでアポイント取りましたので、まあ、それまでちょっとゆっくりさせていただいてですね、22時半からですねまたライブお届けさせていただきます。そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもねご参照いただければなというふうに思います。じゃあね、夜のプール取って、ゆっくり休んでまた明日のね朝朝食挑んでいきたいと思います。ということでおやすみなさい。こちらにですねブルーバーというねバーがあるんですけど、入り口がですね開け方は秘密というお店がございます。よかったらね皆さん開け方ね調べてみてください。はい、おはようございます。ぐっすり眠ることができました。ねめちゃめちゃ好みのタイプです。よかったです。枕もね何だろう、柔らかすぎずいい感じのね反発があってね、いい感じですね。ベッドはね固めで個人的にはめちゃめちゃいいです。で昨日ライブでもねお話しさせていただいたんですけど、バスアメニティがですね非常にね残り香がめっちゃ好きですね。使ってる時はなんかオーガニック系とかちょっとね癖がある感じなのかなっていうね、シャンプーだったりコンディショナーの香りだったんですけど、洗い終わってですね時間が経つとめっちゃいい匂いになる、結構好きな匂いになって不思議だなと思いました。よかったです。はい、ということでまあなんやかんやねゆっくりしてレイ君とねお風呂入ってたりとかもしてたんですけど、もうね9時半、回ってますので、朝食はね、10時がラストオーダーで10時半には、ね、出ないといけない。多分ランチがね11時から始まるという感じだからだと思いますけど、まあ1時間あればね十分だと思いますんで、これからですねテーブルフォートモローの、朝食ね、食べに向かっていきたいなと思います。まあ昨日のねディナーと一緒のとこなんですけどね。はい、ということで行ってまいります。はい、今ね、5階のテーブルフォートモローの方にやってきましたけれども、3、4組ね、お待ちいただいているような状況ですね。今ね、9時40分ぐらいですけれども、まあ、結構ね、賑わってます。多分皆さん本当にね、ゆっくり朝食を楽しまれてるのかなというふうに思います。まあ、一旦、オブジェがね、ある外の方で今ね、レイ君に iPad を、見せて、ちょっとね、待ちたいなというふうに思います。はい、とりあえずですねこんな感じでパンとフレンチトーストね、めちゃめちゃ美味しそうですね。はい、でメロンだったりとか、あとソーセージとジャガイモとベーコン持ってきました。結構ね白米がなんかね見当たらないので、お子様白米がないとどうですか。私は大丈夫ですけど、じゃあねいただいていきましょうか。はい、レイ君ベーコンです。はい、でこちらがですねアボカドの、キャビア沿いのねエッグベネディクトとなります。上にねキャビアがね乗っかっております。はい、それじゃあねエッグベネディクトいただいていきたいと思います。あ、すごい、
表面はねパリッといくんですけど、下がねすごいサクサクな感じですね。いただきます。うん、アボカドがすごい、断面がねめちゃめちゃアボカド、すごいね、まんまアボカドっていう感じですね。すごい。はい、でこちらですね、お子様用のね、プレートがこのようにパンケーキだったりとか、全部ねトトロ猫バスになってるんですよね。かわいい。でトトロのお腹の上にはオムレツベーコンとかね、はい、パンが乗っかってるという感じで、ケチャップとかね、はい、こんな感じでございます。全部ねトトロになってますね。かわいい。うまい。はい、まあ、こんな感じでですね、グレープフルーツとかオレンジジュースに自家刺しのねジュースがございます。うん、結構ね、まあ、まだもうねあの10時回ってますけど混雑してるんで、サクッと食べてねお部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。はい、いやー素晴らしいですね。まあ、とりあえずですね、まあ、朝食会場へ行った時は、まあ、多少ね、やっぱり混んでるな、という印象はありました。まあ、でもね、待ったのは多分15分ぐらい、でもご案内していただいたという感じで、お料理もね、非常に美味しかったですし、あの、キッズプレートなんかもね、あの、トトロになっててめちゃめちゃね、可愛かったです。白米がね、まあ、ちょっとなかったので、まあ、私は別に何でもね、問題ないんですけど、お子様とかでね、白米しか食べれなかったりするとどうかなとか思ったりね、しました。まあ、実際にお子様連れでね、あの、ご飯ないからどうしようかっていう会話もね、ちょっと聞こえてたりもしたので、まあ、そこだけね、あの、日替わりで違うのかちょっとわかりませんけど、今朝の朝食につきましては、ま、白米がね、なかったという感じです。まあ、それ以外はね、非常に質もいい、お料理だなと思いましたし、非常に美味しかったです。はい。一泊じゃね、食べきれない感じなんで、二泊でちょうど良かったかなと思います。エリートメンバーであればですね、まあ朝食無料ですけども、まあ一般のね、方だと朝食がね、5800円。まあまあ、それなりにやっぱりかかるね、朝食ですけど、質はね、めちゃめちゃいいので、おすすめでございます。で、とりあえずね、一泊目終了して、一泊目のね、開業日のティアード、オートグラフコレクションさんでございますが、まあ、お子様連れのね、観点で言うとですね、お子様連れでも全然ありの、ホテルだなというふうに思います。まあ、ただね、プールはどうしても16歳以上じゃないと入ることできませんから、まあ、ホテルの中だけでですね、お子様も楽しめる、完全にもうホテルの中だけで過ごして楽しめるっていう感じでは、まあ、ちょっとなくて、まあ、ただ場所はね、非常に利便性いいところなので、周りにはパルコだったりとかね、百貨店とかもいろいろあるし、テレビ塔のね、前の公園なんかもあったりするから、まあ、やっぱりそういったところを、まあ、散策してですね、まあ、1日がかりのなんかレジャー施設に行くというよりは、2時間、3時間楽しめて、まあ、ホテルにね、戻ってくれるぐらいの、なんだろう、計画を立ててですね、お子様と遊びながら、ホテルも楽しむという過ごし方がね、非常にいいんじゃないかなと、個人的には思いました。はい。よかったです。まあ、実際ね、6割ぐらいの稼働で、まあ、初日、先ほどもね、朝食食べ終わってはお部屋に戻る途中にですね、スタッフの方が今日はね、お待たせして申し訳ございませんでしたと、いうことでわざわざね、駆けつけていただいたんですけど、いえ、全く、15分ぐらいだったし、まあ、開業日の割には僕は良かったと思いますよと、いう感じでね、お話しさせていただいたんですけど、まあでもね、よく考えるとそういったね、お客様の、顔色なんか怒ってたのかな、私。顔色というか、なんかね、ちゃんとご配慮いただいて、そういったね、一言が、あったのも、非常に嬉しかったですし、全然そうは思ってなかったんですけどね、いい、ホテルだなと。やっぱりね、アイグループというかですね、日本セレモニーさん、山口県のね、冠婚葬祭を、まあ、したるね、なりわいとしている会社さんとなります。まあ、ホテルも他に何社かあるんですけど、そこがね、ラグジュアリーホテルということで打ち出した、まあ、ティアードブランド。それがね、マリオットのオートグラフコレクションと、なったわけなんですけども、まあ、やっぱりね、ホスピタリティというか、そういったところは、やっぱり素晴らしいな、というふうに思いましたね。なので、まあ、そういったところもね、ぜひ、楽しんでいただきながら、まあ、もっとね、混雑するとどうなんだろう。必ずしもね、でもクオリティは高かったです。っていう感じです。まあ、混雑するとね、やっぱり人的ミスだったりとかそういうのはあるかもしれませんけど、そこはね、皆さん、寛容なね、気持ちで見守っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。で、今日はですね、この後ですね、13時に、次のお部屋、ジュニアスイートにスイートナイトアワードを利用してですね、アサインいただいてますので、そちらの方に移動していきまして、2泊目ね、
楽しんでいきたいと思います。ということで開業日の、ね、初日の一泊の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひ、ね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいてですね、まあ、応援するつもりでもチャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。